バタバタしく、はい、バタ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 と来てますか、はい、今お二人は今荷造りしてます。あ、そうですか、はい、来ました。あ、どうも、はじめまして。あれ、どっちがどっちですか。僕が、伊崎雄生です。じゃあお兄ちゃんの方ですね。はい、そしてすいません、なんか準備で忙しいみたいですけど。ということで、早速二人の部屋を見せてもらうことに。お邪魔します。荷造りはどの程度まで進んでるんですか。もう服は大体終わって、あと自分が適当に持っていくもんか、うん、2秒っていうか、なんか持病持ち2秒、言うほどのことでもないけど、はポンポンは結構トラブルするからかわいい。ポンポンってお腹、お腹いいだりから、これは絶対に東京に持っていかなきゃって思って。この辺の写真、これは入学式。あ、ちっちゃい。見て、かわいい。これいつ、中学校。やっぱりちっちゃい時からかわいかったんだね。みんな変わってるかな、今と、全然違うから。ゆうすけくんの部屋です。あ、もう洋服とかもこう詰まってますね。あ、これは何。それは夏流行ってた帽子。まさ、こんな、なんか横かぶり、岸和田かぶり、横かぶり。そうなの、岸和田かぶりっていうの。自分のあれじゃない、記事。自分がこう映ってるのってどう、新聞に。これでかいから、ね、これしか、ね、でかいよね、大きい大きい。この時もらった、この持ってるトロフィーとかは、まこっちの方ちゃんと飾ってあるんだ。いいですか、持ってみて。いいですか。はい、お、重いじゃない、グッと、じゃあちょっと持ってみて。やっぱりいい。またあの瞬間が蘇ってきた。そして荷造りも終え、ほっとして休みしているところに、こんな思いがけないお客様。